アルドラゴンとは、日本の競争馬である。元、JRA の立党、コン・ミツグ所属、小族、2008年に、なあ、兵庫県競馬に移籍して、そのだ、田中信夫級舎の管理馬。主な勝倉に、名古屋大商店、六甲坂月、兵庫大商店、そのだ金牌がある。2003年12月7日、阪神競馬場の二歳新馬戦でデビュー勝ちを収める。 その後一貫して、ダートレースに出走し、2007年1月7日の門松ステークスを制して、オープン入り。ダートグレード競争初挑戦となった1月28日のネギシステークスでは、直前の機種変更もあり14着に沈む。同年3月28日の第30回名古屋大賞展で5番人気ながら、ブルーコンコルドチャンストーライラを退けて、 重症発生波を飾ったが、馬インフルエンザ化に巻き込まれ出走取り消しなど、ローテーションが崩れ制裁を書いた。場所の主戦場であった、その打競馬場で、JBC が開催されることから、地方枠での出走を目指し、11月17日のトッパーズステークスを最後に、中央競馬登録を抹消、兵庫県競馬に移籍する。JRA 時代は、初期から中期までは、 主戦機種は定まっていなかったが、2006年に藤田真嗣を主戦に据えた。2007年以降は4位広文らが起乗したものの、再び主戦機種を定めていなかった。アルドラゴンは JRA 時代はゲートでつまずく癖もあった。遺跡後初出走となった2008年2月22日のオープン特別競争で解消すると、続く3月6日の六甲坂月で2着に五馬身の。 サオツケア勝、兵庫県重賞初制覇となった。連覇をかけて挑んだ3月20日の名古屋大賞典は、名称闘魂に、半馬審査で赤敗するも改めて底力を誇示した。さらに5月5日の兵庫大賞典も開賞した。2008年に、西日本で初となる地元、そのだけ馬場での JBC 開催に向けては、当初は JBC クラシックに参戦する意向であった。 ところが、夏季休養はけ初戦となる9月18日の1400メートル競争で、兵庫の短距離ナンバー1と目されていた、ベスト大山に七馬身の大差をつけて圧勝したことで、陣営は、急遽、JBC スプリントへの参戦を決意する。白山大将天を回避し、望んだ本番の11月3日、JBC スプリントでは七番人気と低評価で、 あったが、スタート直後から終始3番手の高位置をキープし、逃げ切ったバンブーエールから0.5秒差の3着と検討、圧倒的な1番人気に押されていたブルーコンコルドに先着した。翌12月4日の園田金牌は、圧倒的1番人気に応えて6馬審査の逃げ切り、勝ち、同25日の兵庫ゴールドトロフィーでは、 JBC クラシック2着のスマートファルコンに4馬審査の差をつけられ乾杯したが、過去同レースで地元馬最高となる2着に入った。2009年は3月20日の黒船賞から始動したが4着だった。連覇をかけて挑んだ5月5日の兵庫大賞展では一番人気に支持され、チャンストーライベスト大山との兵庫三強対決となったが、惜しくも3着に敗れた。 続く5月27日の先とも敗では7着だった。その後、7月1日のそのダフレンドリーカップに勝利した。続く7月16日のオッツパークグランプリは3着に、敗れるも8月20日の設置高月では一番人気に応えて解消した。その後、休養を挟んで12月の特別戦に勝利し、2009年シーズンを終えた。2010年は、 白銀総派から始動したが2着に敗れた。その後、近畿、中国、四国交流特別と、六甲坂月を連勝した。続く3月22日の黒船賞では4着だったが、地元兵庫に戻り、兵庫大商店 A1 特別戦、そのダフレンドリーカップと、再び連勝した。7月15日のオッズパークグランプリでは、キングスゾーンを抑えて優勝。これは、 兵庫遺跡後の兵庫県外での初優勝である。8月11日の設津坂月では木村に再び、た綱が戻り、初の59キロも克服して優勝した。その後11月16日の特別戦を勝ち、その打金牌では2着。12月28日の兵庫ゴールドトロフィーでは6着に、敗れ2010年シーズンを終えた。2011年は、A1 特別戦から始動。 これを逃げ切り解消するも兵庫対賞典では、レッドゾーンに乾杯の2着。続いて出走した A1 特別戦を58キロで優勝し、10歳になってもまだまだやれるところを見せたが、その後9月に引退することが発表された。今後はオーナーの知人所有の乗馬として、予選を送るとのこと。同年10月20日最終競争終了後に引退式が行われた。 兵庫県生え抜きの競争場ではないものの、兵庫県に移籍してから、ひときわ存在感を増した馬である。地元のそのだ馬場においては、兵庫県所属馬には無敗であったが、2009年、兵庫大賞店で3着に敗れた一元馬無敗、記録は途絶えた。兵庫移籍後は一貫して、木村健が主戦騎手として騎乗していたが、2010年5月31日以降、 腰痛のため長期欠場となったことから田中学部、加減理といった機種が代打機場を務めた。2014年の8月30日の有形死亡腫瘍による腸閉塞の手術後心臓を麻痺で死亡。ありがとうございます。